どうも、かおちゃんです、今日はですね、これです。結婚の予定はないけど、ゼクシー買ってみた。なんでかっていうと、ですね。なんか、あまり、まあ、前にも、興味本位で買ってみたことはあるんですよ。結婚する予定は何もないし、結婚相手もいないのに、まあ、今回もちょっとまあ、その頃より、まあ、ちょっと、時間もだいぶ経って、それ買ったの、もう10年ぐらい前とかなのかな。ただの興味本位で、何この結婚するってどういうことなんだろうみたいな感じで思って、一回、そうだ、結婚の予定もないし結婚する相手もいないのに、式場の相談所みたいなところに行ったこともあるんですよね。なんかいかにもします。でも今日はちょっと相手はちょっと来てなくて、私一人でちょっと来ちゃいましたみたいな雰囲気で見に行ったことがあるんですよね。相談所みたいな、なんか安く結婚式あげれるみたいなところの相談所みたいなところに行ったことがあるんですよね。かわいそうだね。まあ今日はですね、ちょっとまたなんか違う気持ちになれるかなとか、なんかほら、そしたら結婚してあげなきゃなっていう人が現れるかもしれないし、まあ、そもそも私に結婚願望があるかないかって言われたら、そんなにあるわけでもないみたいな感じですよね。これがね、もうここまで来るともういっかな、一人でもってなりますよね。まあでもなんかどんなもんかなと思って、こちらをですね、買ってきたんですよ。ゴーゴー、カオチャンネル。じゃあ、行きましょう。こちらです。はい。ユーリンドー。こちらでございます。買ってきたのが。じゃ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 。結婚って何でしょうね。結婚のいいとこって何でしょうね。キキキリンさんと内田裕也さんの CM が良かったですね。ゼクシー3パターンあったんですよ。これはですね、ゼクシーの国内リゾートウェディング、ユーリンドーにはですね、これと海外リゾートウェディングと首都圏版の3種類があったんですよ。国内リゾートウェディングにしてみました。はい。そしてゼクシーといえばですね、私が昔買った時はですね、もう分厚かったんですよ。めちゃくちゃ重かった。今、ね、見て。付録がついてこういうことになってるんですよ。で、昔はね、500円だったんですよ。300円です。300円。うん。これじゃあ、チョキチョキして、ね、開けてみたいと思いますよ。はい。じゃ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 。私どんな気持ちになるのかな。結婚っていいなーって思って結婚したくなるのかな。まずはこちらの付録見てみよう。スマホのビーチ映え、ビーチ映えですよ。ビーチ行くかな。これを開けてみると、パカーン、私のスマホケース。オッケー、じゃあ見てみますか。開けてみたいと思います。はい。今私がどういう顔をしているかというと、こういう顔です。なるほどね。青い海にね、あるこのチャペルね、
これね。なるほど。はい、どんどんいきましょうか。そう、これね、国内リゾートウェディングですから、国内リゾートウェディングだからね、うん、宮古島ね、ちょっと行きましたけどね、いいとこですよね宮古島。今どういう顔してるかっていうと、こういう顔してます。宮古島ね、いいとこです。あー、なるほどね。うん、そうですか、そうですか、うん、今ね、目次見てますよ。サムシングブルーの婚姻届け、サムシングブルーの婚姻届け入ってあります。サムシングブルーの、サムシングブルーの婚姻届けが入っております。プレゼントに応募しようがございますよ。プレゼントに応募しよう。何もらえるのかな、プレゼントに応募しよう。この食器とか、あ、箸ね、目を飛ばしみたいな感じかな。どんどんいきますか。ニューライフグッズ。はあ。なるほどね。なるほどなるほど。なんかあの、こう中のこのなんか冊子みたいのが出てきました。別冊付録、沖縄ラブ、沖縄ラブ。まあ沖縄いいよね。リゾート婚186万円。エリア別リゾート挙式。沖縄120万。軽井沢179万。北海道158万。その他、那須、新州、アルプスなど166万。軽井沢高いんだね。人気は、やっぱ沖縄だね。人気は沖縄、軽井沢、そして北海道、京都、那須。京都ね。ほんほん。リゾート婚いつ検討して、いつ申し込んだ。平均11ヶ月前に検討開始し、8.5 ヶ月前に申し込みだって。ゲスト人数19人。まあまあ少ないんだ、リゾート婚ってね。まあご祝儀の金額は、はい、一人当たり3万円、友人3万円、上司 4.1 万円、親族 7.1 万円。え？普通の式に比べてリゾート婚って高いの？の、リゾート婚とさ、普通のなんかこの披露宴みたいになる人もいるよね。海外リゾート行ったら、あのまあ国内でもやるみたいな人もね、いますからね。ドレス、スレンダーな、こういうのも素敵だけどね。まあもう着れないよね、このピタッとしたやつなんてさ。やっぱりゴージャスなのを着たいって思う、着るならね。リゾートだとでもこういう感じになるのか。
結婚か。てか北海道ね、いいけど、やっぱさ、そんなにゆかりがなかったら、まあ、だよね。普通になんか、旅行に行きたい。いいよ。いいよ。ほら、こういうのもいいよ。どこ？え？東亜湖？東亜湖町？読めない。後ろにすごい湖なのかな、これ。広がってる。なんかいいですね。青い海ってだけじゃないんだよ。こういうさ、ちょっと神秘的なところもいいよね。神秘的なところ。このさ、緑の中とかもいいね。綺麗な花の中にいるのいいね。こういうのいいね。綺麗な花がいいな。軽井沢。来ました、軽井沢。なんか軽井沢もいいな。なんか、私、静岡県出身なんで、ちょっと軽井沢とかそういうちょっと山の方？長野県？なんかいいかなってね、思いますね。特にゆかりはないんですけどね。軽井沢一回しか行ったことないかな。箱根っていうのもなんかいいよね。箱根。ほら、芦ノ湖。ザ・プリンス。来ました。サムシングブルーの婚姻届提出できる。ご結婚おめでとうございます。今月は2人の幸せを呼ぶサムシングブルーの婚姻届を作りました。書いてあります、ここに。あ、こうですね。いやー、婚姻届。そう、ゼクシーにはついてるんですよね、婚姻届がね。するときになったらちゃんと見ればいいかな。夫になる人、妻になる人。こういうの出すっていうのはさ、やっぱすごいことだよね。すごいことだろうな。人生の伴侶をさ、迎え入れるというか捕まえたわけでね。なんかもうちょっと、まあどうでもよくなってきちゃったな。北海道リゾート、はいね、北海道リゾート。何これ、なんだこれ、何これ、どうなってんの、え、何これ、すごくない、この写真。こう雲海テラスだって。雲海テラス。すご。何これ、星のリゾート、トマム水の教会。すご。
星のリゾートすごいね。旅行番組や雑誌でも話題の雲海テラス、すごい。すごいね。どうなってんのここ。すごいね。星のリゾートすごいな。これがすごいわ。特等席だね。特等席。いやー、白馬に乗った王子様よーねー。ノーザンホースパークだって。ノーザンホースって何？競馬の馬育ててるところかな。あれ違う。あ、ノーザンファームだよね。でも、あれと関係あるのかな。ほら、馬が。あ、なにこれ、かわいい。かわいい。ねえ、かわいい。わー、なんだこれ。なんかもう、ほら。水のテラスは少人数に最適。ボート、入場、など。インドームならでの。ボートで、あ、ボートなんだ。あ、ボートで入場。いいね、ボートで入場すんのいいね。ボートで入場いいね。ねえ。ねえ。演出だな。演出ですね、そのロケーションと。すごいね。ナス。信州アルプスリゾート。わあ。星のリゾートがすごいな。星のリゾートがすごい。なんかこの写真がいいんだよな。これ海外か？違う？八ヶ岳？八ヶ岳なのこれ。小淵沢ってかなったけど。何なのこれ、ちょっと綺麗すぎるけど、これどういうこと。リゾナール八ヶ岳ってこんなな、すごくない。八ヶ岳なんだ。うわ、すごいね。星のリゾートがすごいわ。何これ。これ日本なのってぐらいすごくない？星のリゾートがすごい。うわ、なんか、緑の囲まれてんのがいいなぁ。なんかさ、緑のあるとこ行きたい。いいね。山っていいなぁ。これ年取ったからかなぁ。山がいいなって思うなって。どうなんだろう。あ、また出た。星のリゾート、軽井沢ホテルブレストンコートだって。軽井沢の星のリゾート。星のリゾートちょっと注目だね。これ星のリゾートすごいな。さっきからもそればっかだけど。この写真がさ、良すぎんのかな。何なの。なんか素敵だよね、星のリゾート。なんかすごく良くないこれ。このテラス、リビングダイニングテラス、このなんかオープンな、なんかいいね。何これ、何この演出。幻想的なランタンなど、ガーデン演出も多彩。演出だよね。そこ有名なとこだよ、これ。この教会ね。何ここ。うわ、何なのこれ。多彩なアクティビティが揃う星のエリアをみんなと満喫。すごいね。すごいね。星のリゾート。すごい考えてるね。どうなってんのこの傘。何なの？
すごいね、修羅の教会。すごい、すごいね、これモントレ・ルメール教会。はい、ということでですね、見終わりました。見て思ったことは、緑を欲してる。私今緑を欲してる。あとやっぱりですね、星野リゾートがすごい。星野リゾートさんのなんか演出とかがすごいなって思いました。うん、いやー、以上です。ではこんな感じでございますけども、よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。ゴーゴーかおちゃん。みんなにないものを私は少し持てるの。あの子に似てるこの部分、もっとあの子に近づきたい。もっと似てるって言われたいの。でもね、本当